こんにちは、ケンイチです。今回の動画ではこちらの DOD から販売されている秘密のグリルちゃんを紹介していきたいと思います。それでは早速中身を見ていきたいと思うんですけども、収納時の大きさはめちゃくちゃコンパクトですね。で、まあ、ポケットに一応この横幅のサイズとかが小さいから入るは入るんですけども、その長さがそこそこあるので、まあ、ポケットからはだいぶはみ出すんですけども、ものすごく小さいですね。中身はこちら、本体とそれがこのマジックテープで固定されているので、この中には焼き網ですね、8本の焼き網と焚き火台を固定する五徳みたいのがついていますね。ちょっと組み立ててみます。組み立て方はすごくシンプルで、この裏ですね、この裏の中に足が隠れているので、これをこんな感じで両サイド出して、そうするとこんな風になるんですけども、このままだと何も、今このメッシュの網しかないような状態なので、このままだと安定しません。でそこでこいつですね、これを前後に固定することによって、これで初めて自立するようになります。こんな見た目ですね。さっきのこちらの焼き網の方は、ここが波打ってると思うんですけども、この波がちょうど 1,2,3,4,5,6,7,8 8箇所あって、この焼き網も8本ついているので、こんな感じでこれを全部取り付けていくと焼き網になるというような使い方ができます。でただこれ全部つけるってなると、まず取り付けがめんどくさいっていうところがあるんですよね。で DOD の方はこの焼き網が1本ずつ取り外せて、それで洗えるよっていう風に、まあ、その押してるんですけども、まあ、確かにその洗いやすさはあるんですけど、取り付けがめんどくさいし、で一回取り付けちゃうと、例えば下で薪だったり、まあ、炭だったり何でもいいんですけども、全部取り付けたような状態になっちゃうと、後から横から炭を入れるとかっていうのは結構大変になってくるんですよね。まあ、炭をちょっと横から足すとかぐらいだったら大丈夫なんですけども、焚き火をするっていう風になると、その焚き火の火の位置とかっていうのを調節するのが上にあると、ものすごく使いづらいんじゃないかなと思います。僕の場合はつけてもこの2本ぐらいだけ、こうやってこういう風に片方だけにつけて、でそれでこういう風にスキレットを乗せたりとか、あとはケトルとかを乗せて、でこっちで調理をできるようにしておけば、こっちの方から薪を入れたりとか、その火加減の調整をしたりっていうことができるので、まあ、そんな使い方をするとものすごくいいんじゃないかなと思いますね。でこれの耐荷重、このまず上のこのブリッジの部分の耐荷重としては5キロまで耐えることができるそうですね。でこっちのメッシュの方は2キロまで耐えられるそうです。で、まあ、いろんな使い方ができるんですけども、もちろんこっちで、まあ、炭だったり焚き火をしながら、こういう風に直火でやってもいいし、で今みたいなこんな感じでこっちで調理をしながら焚き火も一緒に楽しむ、まあ、そんな感じのグリルだったら、まあ、1人キャンプだったりとか、あとは2人とか、まあ、多くても3人ぐらいまででこの前使ったんですけども、それでも3人ぐらいまでだったら問題なく調理もできるので、ものすごくいいんじゃないかなと思いますね。でこれを使って普通に網を並べてバーベキューをしたいっていう時でも、これだとこんな感じでつけていっても隙間がだいぶ空くので、お肉だったりそういう野菜とか焼くものが下に落っこってしまうってことも考えられると思うんですよね。でそういった場合はこんな感じで、これはダイソーで販売されているこういう昇降式のこの高さを変えられる焼き網なんですけども、こんなのを乗っけて、でそれで調理をするっていう風にやれば、薪を入れる時もさっと取って入れて調節して、でそれで乗せて調理をする、で普通にバーベキューをするとかっていう使い方ができるので、もうこういう風にするとこっちもこの焼き網で横ですよね、横を固定することができるので安定もするし、でかつ使い勝手も増すので、もうこういう風に別売りの網とか、まあ、これ110円かとかで買うことができるので、まあ、そんな風に使うといいと思います。で使い方として、下が炭で普通にバーベキューをするっていうものだったらいいと思うんですけども、焚き火もしながらさっきのスキレットで調理をしてとかっていうのだったら問題ないんですけども、網を乗せて焚き火で調理をするっていう風になると、上に食材を乗せてた時にその炎が燃え移って焦げちゃったりとか、すすだらけになってしまうってことがあると思うんですよね。でそういった場合は、僕の場合はこういう横沢鉄板とかを
こんな感じで乗せて、でそうすれば下から炎が出てでもこの鉄板がそれを熱に変えてくれますので、焦がすこともなく美味しくお肉も焼くことができて、でかつこの横沢鉄板とこの網とかを一緒に使うことができれば、まあ、こんな風にどかしてまたこの薪を足すとかっていう風に僕は使っています。こういう風に使っていけば炭でも薪でも美味しくお肉を焼いたりとか、まあ、そういう調理ができると思いますの でもちろんこういう横沢鉄板がなかったとしても、まあ、こんな風にスキレットを持っていけばそのままこの網自体ですね、この秘密のグリルちゃんも汚さずに調理もできるので、まあ、そういう風に使い分けていくことができれば焚き火も調理もできるという風に思います。であとはこの秘密のグリルちゃんのこの燃焼させる部分がメッシュになっているので結構下に熱が加わるんですよ。ですので下が芝生だったりするともうすぐに焦がしてしまうっていうことがこの熱でもありますし、でこれ自体がコンパクトなのが売りなんですけども、そのコンパクトゆえにこういう風になんか周りが反り上がって薪が落っこちづらくなってるわけでもないので、やっぱポロポロって下に落ちちゃうので下に何か敷くものですね、まあ、僕の場合はスパッタシートとかを使って下を養生してそれで使うっていう風にしてます。そうじゃないと、まあ、さって落っこった時に芝を焦がしてしまうっていうのもそうだし、で仮に落とさないんだとしてもその熱でその下の地面へのダメージがありますので、そういった場合はその使い方っていうものを気をつけないと、まあ、ちょっとトラブルの元になるんじゃないかなと思います。このデメリットにも捉えられる部分を使ってさっきのこの網ですね、この網をこういう風に高さを変えて、まあ、そうすれば少し高くなるじゃないですか。そしたらこの下に入れて、そうするとこんな感じでこの下の熱でも調理をすることができるんですよね。ですので上でゴーゴーと燃えていて、でそれでスキレットだったりとかその横沢鉄板持ってないだけど、まあ、このグリルを使って調理をしたいっていう時は下の熱を使って調理をすればこの炎で焦がすこともないしすすがつくこともない、でかつ下でじっくりとこの遠赤外線っていうんですかね、この例えば鶏肉だったりとか、まあ、豚だったりとか何でもいいと思うんですけども、そういうじっくり火を通したいものだったりとか、僕はこの前この下で焼き鳥を焼いてみたりとか、あとは下でピザを焼いて食べたりというような使い方をしましたので、上でも下でもそういう風に調理を楽しむことができるので、これはもうグリルとしては本当に使い勝手がいいので、まあ、ソロキャンプはもちろんだしグループでキャンプに行くっていう時もこれで調理をする専門でやるっていうのはおすすめだと思います。でそういう風な使い方をすれば上で普通にゴーゴーと、まあ、焚き火をしたとしても下で調理をすることもできますので、まあ、本当に使いやすくなると思います。僕の最近の使い方としてはこれだけで焚き火とそういう調理も楽しむっていうこともやってみたことも何回もあるんですけども、3人とかでグループキャンプをするっていうことが多いんですよ。でそういった時にこれだと焚き火台としては小さいからなかなか全員が温まるって難しいと思うんですよね。でそういった時に、まあ、僕はスノーピークの L の焚き火台とかを持って行って、でそっちでゴーゴーと焚き火をしながらこっちは備長炭とかを入れて、でそれで上とか下とかで調理をするっていうようなもうグリル専門として使うようにしてます。でそうすると荷物が増えちゃうからスノーピーク持っていくんだったらスノーピークでいいじゃんと思うと思うんですよね。で実際僕もそのスノーピークだとグリルブリッジっていうオプションとかで焚き火とあとはそういうバーベキューとかを楽しむことができるっていうセットも持っているんですけれども、大きいんですよね。で僕賃貸に住んでいるので賃貸でそれを持ってきてよし洗おうってなるとまず外で洗うことができないし、で家の中に持ってきて洗うっていう風になったとしても流しですよね。そのキッチンで洗うってなると少し大きすぎるっていうところなので洗いづらいの でかといってお風呂場で洗うってなるとそのお肉だったりとかそういう食材を調理したものとかを、まあ、体をきれいにする場所で洗うと、まあ、ちょっと生臭くなったりとか汚れがついてしまったりとかっていうのが、まあ、ちょっと嫌だったんですよね。でそういった時にこの秘密のグリルちゃんを手に入れてからはそれと一緒にこっちはもう調理専用で持って行って、でそれでさっきご紹介したようなやり方で調理をするっていう風に使っていますね。でそうするとこの秘密のグリルちゃんっていうのは、まあ、小さくなるので持ち運びも便利だし、でかつ家に持って帰る時も、まあ、さっと僕は汚れないようにビニールとかに冷まして入れて、それでキッチンでこれ一つずつ細かく洗うことができますので、まあ、それで乾かす時もこういう風に組み立てて置いておけば朝になる頃には乾いているのでものすごく片付けも楽になったので、まあ、そういった使い方をするっていうのもおすすめでございます。
このグリルちゃんという名前がついている通り、調理をするということに関してはめちゃくちゃ僕は使いやすくて重宝しています。でただもちろん難点もあるんですよね。その難点としてはまず組み立てが少し面倒ですね。まあ、慣れてくればさささってできるので、まあ、特に問題ないとは思うんですけども、初めてやると、まあ、この8本とかつけたりすると面倒くさいし、まあ、2本ぐらいだったら、まあ、許容範囲かなっていうところがあるんですけども、その次に挙げられるのはこの足ですね。秘密のグリルちゃんの足があるんですけども、この足が緩いんですよ。緩いから例えばこういう何もないまったりなとこだったらちょっと移動させても問題ないんですけども、やっぱキャンプをやる場所って芝生だったりとか少しデコボコしている場所だから、ちょっとずらすときにこういうふうに足がつかかったりすると思うんですよ。で気づかない間に今みたいにこういうふうに足が動いちゃうんですよね。そうすると気づかない間にこうなってて、でとりあえず大丈夫だなっていう、それに気づかないでやってたらいきなりこうバタって倒れちゃうっていうこともあると思いますので、そこをちょっと注意しないとダメだと思います。でこれが、まあ、1本や2本だったらいいんですけども、全部緩いんですよ。ですのでちょっと移動させるとかっていう時ももちろんだし、組み立ててすぐも必ずこの足がちゃんとピンと伸びているのかっていうことを確認しなきゃいけないっていうことがあります。でこの止めてある金具自体もきつくすることができないので、これをうまく、まあ、理解しながら使わないとダメだというような点があると思います。であとここの足自体がここも緩いっていうのがあるんですけど、結構柔らかいんですよ。だから、まあ、ちょっと動かしたりしてると気づかない間にこんなふにゅってふうに曲がっちゃってるってこともありますので、ここの足が、まあ、使ってて一番だるいなっていうふうに思うポイントだと思います。それ以外はものすごくいいんですけども、まあ、軽くて小さくなった点が、まあ、ここに弱点が来ちゃったんじゃないかと思うんですけども、ここがちょっと残念な部分だと思います。であとはさっきお話しさせていただいた通り、地面の熱が大きいので、なんかスパッタシートだったりとか、その焚き火専用のプレートとかをやんないと、まあ、地面のダメージがあるので、まあ、ここは注意すべきかなと思います。であとはこれが正方形なんですよね。この正方形であることによって焚き火が少ししづらいと思います。で自分で拾ってきてポキポキ折って、それで薪をくべてやるとか、であとは炭を直接置いて調理をするとかであれば全く問題ないんですけども、よく売られている市販の薪ですよね、それだとちょっと長いんですよ。でこの前使ってきたんですけれども、その時もやっぱりちょっと長かったので、まあ、うまく長さを調整したりだったりとか、あと置き方を工夫してっていう風にやってたんですけども、炭が落ちやすいっていうところもありますので、あそこの辺はちょっと使いづらいっていう面もあるんじゃないかと思いますね。で調理器具として使うっていう風に考えれば、このコンパクトさと運びやすさと、あとは洗いやすさに優れているっていうところが、この秘密のグリルちゃんのいいとこじゃないかなと思いますので、まあ、そういった使い方をしてみたいなっていう風に考えている方は、この秘密のグリルちゃん、めちゃくちゃおすすめでございます。それでは今回の動画は以上になりますので、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。